1998年、北海道の自宅から勤務先へ向かった女性が行方不明になるという事件が発生しました。彼女は会社の上司と不倫関係に陥り、別れを告げる目的で男性と会いましたが、二人はそのまま姿を消します。家族からの通報で警察により捜索されましたが、発見には至らず未解決のまま、はっきりした手がかりもなくに15年の歳月が過ぎました。二人はどのような結末を迎えたのか、彼女の身に何が起こったのか、今回はネット上の情報を集め分析した阿部梢さん行方不明事件を解説します。まずは事件概要からご説明します。1998年1月30日北海道苫小牧市在住の会社員阿部梢さん、当時20歳が会社へ行ってくると車で自宅を出たまま消息を絶ちました。梢さんが勤める会社は三菱カーディーラー。彼女には中学時代から6年間付き合っている恋人 M も存在しましたが、当時30歳になる会社の上司 A と恋愛へ発展、彼とは彼 A との交際を開始します。ところが A は妻子持ちで、いわゆる不倫、ギャンブル好きで酒癖も悪く、消費者金融に300万円の借金がありました。営業成績は良く、大人の男性として魅力を感じていた梢さんですが、不倫関係を悩み A と別れて M の元へ戻りたいと願うようになります。そこで A に別れを告げようと決断、話し合いの場へ出かけ、二人とも行方不明になったのです。では彼女について判明した事実をお伝えします。梢さんは自宅から300メートル離れた場所へアパートを借りていました。これは先輩に名義を貸すからと家族へ話して手続きしたもの、母親が失踪後にアパートを訪ねた時は缶ビールと空き缶しか置かれていなかったそうです。噂によればこのアパートがエイトの密会場所、別れを決意したことで部屋を引き上げたという情報もありますが、明確な根拠はありません。おそらく部屋の名義は梢さん、家賃を支払っていたのはエイでしょう。どのような契約内容か明らかではありませんが、彼女が支払っていたのだとすれば家賃滞納の場合、不動産会社は家賃を回収するために必ず連絡を取ろうとします。連絡が取れず悪質な入居者だった場合は法的手段にも及ぶのではないでしょうか。そういった情報がなかったことを考えると、梢さんは名前を貸しただけで、実質は A が家賃を支払っていた。保証人の欄に名前を書いたかもしれませんが、不倫関係なら自分の名前は隠しておきたい。10歳も年下の女の子に家賃を払わせるのは抵抗がある、そのような気持ちだったと推測されます。ここで一つ情報を提供させてください。二人の失踪後に A の離婚が成立したという話もあります。妻が夫の失踪宣告をして離婚したと言われていますが、失踪宣告は行方不明の配偶者が法的に亡くなったと認められること、つまり離婚ではなく配偶者の他界により婚姻関係が消滅したのです。ただし一般的な失踪宣告は7年過ぎなければ成立しません。 A は災害や戦争に巻き込まれたわけではないため、法律通り7年経った2005年に亡くなったとされます。梢さんが別れを切り出したのは1月30日母親がアパートの部屋を確認したのは失踪した後、その時すでに家財道具はありませんでした。失踪した2人には運び出せないので、不動産会社もしくは A の妻が処分したのかもしれません。次に失踪を取り上げたテレビ番組で、2011年10月31日北海道白老郡白老町にある白老漁港から沈んでいた車が引き上げられ、その中から男女の遺体が発見されたと報じられました。身元特定の DNA 鑑定も行われましたが、その結果は報道されておらず、現在も日本失踪者捜索協力機構に名前が登録されていることを踏まえると、発見された遺体は彼女ではなかったという結論へ至ります。日本失踪者捜索協力機構とは、失踪人や家出人の情報を支援する一般社団法人。事故か事件か判明しない、なぜ姿を消したか手がかりもないという状況で、行方不明者を探す家族をサポートします。続いて梢さんの特徴もご紹介します。失踪当時は身長160センチ、やや細身の体型で、髪型は肩くらいのセミロング、メガネもしくはコンタクトレンズを使用し、右足のすねにほくろがありました。使用した車は三菱ミラージュ、ナンバーは室蘭 57U。
79-1 号で当日運転したまま所在は判明しておらず、車検も切れた状態で更新されていません。情報が少ないため憶測の域を出ませんが、ここからは彼女の身に何が起こったのか考察します。梢さんは A と別れる決意を固めていました。そのため2人で駆け落ちする気持ちは持っていなかったでしょう。仕事のできる A は魅力的でも、不倫であれば明るい未来を描けません。 A に妻子がいたことを知らなかったとしても、ギャンブル好きや酒癖の悪さ、300万円の借金は20歳の彼女にとって十分別れる理由になります。あの日は顔を合わせて別れを告げた。それは借りていたアパートではなく、乗っていた車の中でではないでしょうか。白老漁港から引き上げられた車は車種やナンバーが発表されておらず、男女の遺体も DNA 鑑定を受けたところまでしか報じられていません。日本失踪者捜索協力機構に掲載されていることで、DNA は一致しなかったと考察しましたが、発見された遺体の状況も発表されておらず、損傷具合によって厳密な鑑定が難しかったとすれば、同一人物であると断定できなかったとしても、不思議ではないでしょう。梢さんからは彼を切り出された A はそれを拒否し、別れるくらいならと感情を暴走させ、彼女を道連れに自ら命を絶ったのではないでしょうか。この判断に至った経緯として推理を交えた解説を加えます。彼女が住んでいた苫小牧市から白老郡白老町の中心部へは約24キロ、白老漁港は JR 萩の駅から東南へ約3キロに位置します。 A の自宅がどこにあるか不明ですが、2人とも苫小牧市の会社に勤めていたことから、別れを告げる話し合いは苫小牧市から白老町へドライブに行った車の中だったかもしれません。不倫関係であれば、人目につくカフェやショッピングモールには近づきません。そのため密会は借りていたアパート、あるいは車の中だったと考察できます。関係性が続いていればアパートで会うのも問題ないと考えられますが、別れ話を持ちかけるなら、不倫現場のアパートではなく、自由に移動できる車の中だったと想定できないでしょうか。梢さんが何時に出かけたか情報もありませんが、漁港は夜になれば人目がありません。そのため話し合いの場所としては最適です。すぐに終わる話ではない。長い話し合いになる可能性もあるけど人目にはつきたくない。だけど不倫現場のアパートでは話を切り出しにくい。そう思った彼女はドライブを提案したとしてもおかしくないでしょう。二人はアパートで待ち合わせ、そこで梢さんは A と車の運転を交代した。そこから二人で白老漁港までドライブして、彼女は別れ話を切り出した。話し合いがこじれた末に、A がアクセルを踏み込んで車ごと海へ飛び込んだと仮定すれば、沈んだ車から発見された遺体と整合性が取れます。海の中へ沈んだ遺体は腐敗していたはず。2人が話し合いを行った1月30日であれば、2週間で皮膚も剥がれ始め、3週間も経てば髪の毛が抜け落ちます。1ヶ月で体が石鹸のような状態になり、顔を見ても本人とは判断できません。それ以降は歯を採取し、カルテや X 線と照合して身元特定の材料にします。発見された遺体も歯の治療痕から照合したと思われますが、治療を受けていなければ照合する材料がないため本人とは判別できないでしょう。そのため状況証拠として梢さんと A の可能性は高いと考えられますが、警察の公式見解として根拠を発表できないため、彼女だとは伝えられず、最終的に身元不明の遺体として手続きされたのではないでしょうか。身元不明の遺体は情報提供のお願いと称し、警察のホームページで公開されます。2011年に発見された男女の遺体は情報の掲載がないため、DNA 鑑定で身元が特定され2人ではなかったとも受け取れます。だとすれば事件、事故の両面から捜査され、それなりの情報も上がってくる事案。しかし何の発表もされておらず、ネット上にも記録されていないため、彼女と A であったとしても、それが事実ではないと断言できる材料はありません。続いて A の人柄から犯行を検証します。今でこそ年齢差のあるカップルも珍しくありませんが、当時の恋愛相手は、自分とさほど年齢差のある異性ではありませんでした。そのため10歳年下の梢さんと不倫関係に落ちたのは、自分が上の立場となる状況に満たされたからでしょう。20歳と30歳では社会経験が全く違います。
まだ社会に出て間もない彼女を不倫へ誘うのは簡単だったかもしれません。さらにエイはギャンブル好きで酒癖が悪く、300万円の借金もある。住宅や車のローンなら理解できますが、消費者金融への借金はギャンブルで作ったとしか考えられない。妻子を持ちながら悪びれもせず、不倫する行動は良い意味で自分の欲望に素直、ただしネガティブな方向へ発動すれば、感情を抑制できず思い通りに進まなければ反発し、周囲を巻き込んで暴走します。なぜ自分の気持ちを分かってもらえないんだ、こんなにも愛しているのにどうして別れなければならないんだ。そう不倫を正当化して梢さんとの別れを拒んだのではないでしょうか。彼女は A と別れて M の元へ戻るつもりでした。そのため二人の関係に未練もなく、 A と一緒に駆け落ちする気は毛頭ありません。白老漁港から発見された遺体が二人でなかったとすれば、梢さんが行方不明になったのは A が連れ去ったからでどこかへ監禁したと推測できます。または水深363メートルの支笏湖へ車ごと身を投げたという説も成り立つかもしれません。しかしそうであれば支笏湖周辺に車が飛び込んだ痕跡が残るはず、事故関係の情報も存在しないことを考えると、やはり白老漁港で発見された遺体が2人だったのではないでしょうか。支笏洞爺国立公園内にある樽前山、支笏湖の先にある恵庭岳、白老町と伊達市にまたがるホロホロ山など、山へ連れて行った場合は車をどこかへ駐車させなければなりません。見つからなかったのは車ごと彼女を道連れにしたからではないでしょうか。最後に一つ、海に沈んだ車の状況をお話しします。水没した車は海水により腐食、フレームは残りますが原型は判別できないほど損傷するでしょう。車体番号や車種を確認できなくても、ナンバープレートさえあれば所有者は判明、運転していた人物も予想可能です。漁港で見つかった車が梢さんのものだとすれば、事件から13年経過したことになり、ナンバープレートが腐食して海底に落ちていれば車の所有者も特定できません。引き上げられた車がどのような状態だったか明らかではありませんが、苫小牧市からの距離や発見された男女の遺体、別れ話をしていた状況から推察すると、見つかった車は彼女の所有者で、男女の遺体が2人だったと結論付ける方が自然ではないでしょうか。警察は証拠がなければ確定しないため、ご家族はその話を聞き娘ではないと思い込んだ。 A の妻が夫の失踪宣告をしたのは法的にはっきりさせ、残された子供と共に生きていくための保険やサポートを受けるため、情報が少なく推測しかできませんが、おそらくこの検証と似たような結末だったと思われます。この事件は25年以上前に起こり、未だ解決に至りませんが、手がかりへつながることを願うばかりです。阿部梢さんが発見されることを心からお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。あなたはこの事件をどう感じましたか？